ケア教のレッツ大丈夫。さあ始まりました。本日はですね、今日から実践ポータブルトイレの解除方法についてご紹介します、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、このポータブルトイレってちょっと聞きなじみがなくて、これは何ですか？おまるというと聞きなじみが出るかなと思うんですけど、持ち運び可能な簡易型トイレ、この後ろにあるそちらが実物です。あ、これなんですか？まあ、これ蓋を開けていただくとこんな感じで、あ、こうやって見ると確かにトイレですね。歩行が不安定な方だったりとか、はい、夜にトイレまでこう歩くのが大変っていう方に、ご寝室などのベッドの近くで設置して使用します。なるほど、なるほど、はい、便利ですね。それでは早速解除方法を教えていただきたいと思います。それではレッツ実践。どこに置いたらいいかちょっと考えてみてください。そりゃトイレですもんね。そうですよ、やっぱベッドの上なんじゃないですか？ベッドの上すぐできるよ。ベッドの上こうやってやるってことですか？ダイナミックすぎますって。どこだろうな、どこなんだろう、まあ、どここの辺ちゃいます。どこが正解ですか？正解はですね、まあこちらです。あ、ですよね。ですよ。だ最初から設置されてますもん、ね、わざわざね、不正解始まりって意味わかんないですよ ね。あ、でもここなんですね。なんでそれはここなんですか？まあ、やっぱり先ほどもね、頭側にっていうところちょっとあったと思うんですけど、うん、ここに例えば置いてあって目が覚めた時に目の前にトイレってちょっと嫌じゃないですか？めちゃくちゃ嫌です ですねというのもありますので、やっぱり足元側に置くのがいいかなと。じゃあちょっと実際に寝てみていただいてやってみたいと思うので、はい、ちょっとタマ、せっかくだからこれいつズボンを下ろせば、まだ入ってくる攻撃でしなくていいよはい、それではですね、ちょっとタマさん寝ていただいて、はい、あの先ほどのこの足元側はそうなんですが、はい、ちょっとポイントがあります。ほんと、まあ、こうもちろんね、遠すぎてもあんまりこう良くないなって思うと思うんですが、はい、近くにしてみると、はい、タマさんちょっと起き上がってみていただいてよろしいですか？はい、あ、ここにですか？はい、え、もう無理ですよ、ほら乗っちゃっていますよね。そうですよね、うん、無理なんです。なので近すぎても良くないというところで、まあ、程よい距離ですねに置いていただくのがいいですね。で、じゃあ、まあ実際起きていただいたので、ここからあの説明をしていきます。はいはい、じゃあ今日は、2パターンご説明します。2パターン、はい、でそのうちの1つですね、まず右が麻痺をしている、はい、はい、なので動かない方です。はい、はい、で左手でここ捕まっていただいて自分で立てるっていう方をやっていきます。はい、はいはい、じゃあまず、移乗していただく前にこのポータブルトイレ蓋がしてあるので、はい、これを取っておく必要があります。バケツのね、蓋も外しておかないと、はい、ちょっとこの蓋したまましちゃうと大変なことになるので。そうですね、はい、では、右手が麻痺なのでこの手使えないです。はい、はい、左手でここ持っていただいて、ここ、はい、そうです。持っていただいて、で立ち上がります。じゃあ立ちますね、はい、せーの、よいしょ。はい、でちょっと向き変えていただいて、あ、難しい、はい、はい、でしっかりここ持っていただいている間に、はい、ズボンを下げます。このタイミングで、なるほど。 でこれパンツも下げたと、はい、で、はい、でポータブルトイレ近づけて座っていただきます。おお、全然力入れてない。あ、でもね、やっぱ片足で立つって大変やんか。うん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 、でもこの支えがあるから、はいはい、まあ、あのすっと座れることはできる。はいはい、掛け声とかも大事なんですね。せーのとか。そうですね、うん、やっぱり声はかけていただいた方がいいと思います。でここで、まあ、用を足していただいて、はい、じゃあこれで、はい、タマさん用終わりましたと。はい、はい、まあ、ちょっと前と後ろとですね、手が入ればあの軽く拭いていただいて、はい、はい、で拭いたと仮定します。はい、そしたらまたここですね、しっかり立ってもらうんですが、はい、ここからしっかりお尻と脇とで支えていただいて、はいはい、せーので立っていただくでいいと思います。はいはい、いきますね、はい、せーの、はい、大丈夫ですか？ちょっとじゃあ立ててください。いきます？はい、大丈夫です。そしたら、ちょっと拭き足りてなかったところはここで拭いてもらいます。はい、でズボンとパンツと上げてベッドの方に回っていただきます。はい、おー、はい、
この支え本当にいりますね。そうですね、これがないと無理だという感じになります、はい、結構先生はなんか楽々やってた感じしますけど、うん、はい、コツというかポイントとかあります？ポイントはですね、まあ、あの立ち上がった時に足がやっぱり膝折れしてしまう場合があるので、はい、うん、はい、そこをしっかりこう膝折れても支えてられるように、なるほど、はい、体をしっかり支えておく必要があります。はい、なるほど。じゃあさ、ちょっとやってみますか、矢野さん。やってみようかな。はい、ちょっとせっかくなんでタマのことを、はい、ちょっとタマちゃんをね、ぜひトイレをさせてあげたいと思います。よろしくお願いします、はい、いきます、せーの、立ってください、立ってください。だいぶ強引な感じが、立ってく、ちょっとあれ、動く方でちょっと動いてくださいちょっとあれ、さっきと全然違う。手をちょっと離しますよ。はい、はい、まだ待って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 、今、ズボン脱がします。ズボンを脱がさなきゃ。はい、パンツとズボンを脱がします、脱がしまして、そしたらまた支える。あ、また後ろから、後ろからなんですね、ここは。で、このタマどう、ここで先生の安心感がすごい、はい、脇、脇のとこからこう引っ張って、脇、脇、そうですね、脇から脇へ、そう、お腹とか支えてもらえると。あ、はい、分かりました。で、右手でお尻、はい、お尻、はい、お尻をこういきますね。はい、こうですね。あ、そうですね、はい、支えて、すごい、先生と一緒。タマさん座りますね、はい、いきます、せーの、うん、座れますか。座れました、座れました、ね、おー、よかった、座れた、ありがとうございます。出ました。あ、ちょっと横のプレッシャーがすごくて見守ってもらいすぎてるわ。ちなみにこういう時って隣でその 見ないようにしてあげるとか、なんかそういうのをやったりするんですか？そうですね、やっぱりちょっと恥ずかしい部分にはなるので、はい、タオルをかけるとか、 あともしちょっと場を離れても大丈夫な方であれば、うん、ちょっと席を外すっていうことも、はい、なるほど、ちょっと配慮、そうですね、 YouTube 見てきます。だいぶサボりすぎです安心して任せられないな。あ、終わった、お待たせしました。はい、ちょっと履かせてあげる。そしたら拭きます、はい、ただここでこう手が入ったらこういう感じで拭きます、ね、そうですね、はい、で拭いて立ちます。はい、はい、手をついてください。はい、また、お尻を、ま、この時がお尻と、ね、うん、はい、脇ですかね、はい、こうですね、そうですね、じゃあ立ちます、はい、せーの、よいしょ、立ちました、はい、立ちました。拭き残しあったらここで拭きますと、はい、そしてなるべく離れない方がいいですね。あ、近くで倒れちゃうから、ごめんなさい、離れてました、ごめんなさい、離れないで、離れないで、拭きました、ありがとうございます。吐かせますね、はい、はい、あ、すごい、女性なのにこういう趣味なんですねズボンがね、はい、青が好きなんですね。履かせました、はい、そしたら、そしたら向きを、向きを、向きを、そこから、そうですね、こう変えて、はい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 、座ってください。結構乱暴ですけどちょっと綾野さん、いや難しいよ、やっぱ見てるのと全然違います。全然違う、うん、簡単かなと思ったんだけど、はい、あとなんかもう一パターンあるんですよね。はい、はい、そうですね、うん、今度はもう本当完全にこう立ち上がるのが難しい方のパターンをやっていきます。もっと難易度上がりそうですね、はい、そうですね、基本的に立てない方っていうのはベッド上でのおむつ交換になると思うんですけど、はい、まあ、どうしてもやっぱりその方の希望だったりとかでポータブルトイレ使いたいっていう場合があるので、はい、そういう方の対応をやっていきます、はいはい、では一度横になっていただいていいですか。はい、まあ、本来であれば2人の職員で解除できれば一番いいんですけど、はい、ちょっとそれがなかなか難しくて1人でやるというふうになると、まあ、安全に行いたいのでもうベッド上でズボンとかを下げちゃいます。はい、ベッドで下げるんですね、します、よいしょ、これちょっと腰を浮かせつつ、そうですね、はい、下げていただいて、まあ、その方がおむつをしていればおむつも開けちゃって、はい、はい、でその状態で足を失礼します、はい、ほい、足を下ろします、おお、起き上がります。ここからどうやってして、よいしょ、クリームすごい、大丈夫でした？大丈夫です、はい、でこのポータブルトイレも開けている状態で、はい、普通に抱えて移動をします。はい、はい、失礼します、はい、立ちます、はい、おお、すごい、スッと移動した、
もう気づけばトイレの気づけば座ってた、そう魔法みたいに一瞬でさっきより簡単に見えました余計。あ、本当ですか。自分で立つっていう動作がなかった分、やっぱり抱えられて気づけばトイレ。確かに、だって力何も入れてないでしょ。何も入れてない。簡単そうに見えちゃうな、はい、これだと、なんか本当車椅子の異常でしたっけ。そうですね、はい、教えてもらったことあると思うんだけど、そういう感じってことですね。はい、そうです、まさにその通りです。それと一緒か。はい、で、まあ、ただこう終わった後がちょっと難しいかと思うんですけど、はい、やっぱり立って拭いてができないので、そっか、なのでもう一人でやらなきゃいけないっていう場合は、まあ、新聞紙だったりとか、あと汚れてもいいパッドっていうんですかね、はい、こうシートがあるので、そういうものを使っていただいて、今日は新聞紙をご用意してます。まさか。はい、ここに置いておきます。なるほど、はい、でこの座っている状態で多少拭ければ拭いていただくのは先ほどと一緒です。はい、うん、なるほど。でちょっとどうしても難しい部分が出てくると思うので、うん、その場合はここにもう直接座っていただくと、はい、はい、なるほど、いう感じになります。なのでじゃあ失礼します。よいしょ、がっつり抱えて、っていただいて、はい、立ちますね。1、2、3、ほい、ほい、ほい、で横になります。はい、あ、もう横にしちゃうんですね。そうです。ほい、おお、はい、であとはこの上でおむつをはめたりだとか、うん、やっていただいて、ズボンを履いて終了になります。もうどうしても一人でっていう場合はやっぱりこの方法が一番安全だなと思うので、試してみていただけたらと思います。支えてあげることが何よりも大事ですもんね。そうですね。どうします、やってみます。次は多分できると思う。あ、うん、ちょっと勉強しましたもんね。よろしくお願いします、はい、じゃあ、まず足、ここで脱がしちゃうんですね。はい、あ、ここで脱がしちゃいます。はい、脱がします。ありがとうございます、はい、あ、ちょっとごめんなさい、して、はい、ごめんなさい、すいません。今がいい感じに脱がしました、はい、そしたら足を立てて、はい、あ、そうですね、はい、あ、すごい、私これでちょっとずつなんかちょっとなんかさっきと顔つき違いますもんね。本当にちょっと嬉しい。介護士さんの顔つきになってきてる。まずは足を立たせます。はい、はい、で、テーマバテなんですよ。大体こういう時ってバテなんですよ。バテですよね。いいと思います。すごい。で、手を入れる、あ、多分、はい、こう、あ、こう、あ、こう、合ってます、うん、肩の膝裏の方がいいと思います。膝裏、あ、こっちから、あ、こっちから。そうです、そうです。で、こうですね。そうです。はい、くるっと回しながら、はい、いきますね。回しますね。せーの、回しすごい力づく感はありましたけど、でも、いけました。全然力入ってない。あ、嘘、本当、はい、よかった。よかった。なんか汗かくな。確か大変ですよね、これは。で、ここから、ここですね。じゃあ、行かせていただきます。はい、はい、お願いします。せーの。おーおおお、え、なんかさっきよりスムーズじゃないですか。え、すごい。できた。え、すごい。できてる。あ、嬉しい。何の負担もなかったです。本当に、はい、辛いとことか痛いとこも何もない。何もない。オンザトイレ、気づけのオンザトイレ、気づけのオンザトイレ、すごい、すごい。ぜひしてください。あ、ちょっとプレッシャーだ。ちょっと照明もやめましょう。応援団みたいな人が見てるんで。しにくい、しにくい。出るもんも出なくなっちゃう。で、今しましたと、はい、そしたら新聞ですね、はい、そうだ、はい、はい、もう読みましたよね、この新聞ね。読みましたね、読みましたね。あら、提供がすごい。これ結構前なんで気にしないでください。この記事は今度だったわ。ごめんなさい、足踏んじゃったかな、大丈夫かな。そしたらこういくんですね、はい、そうです。お尻を拭きました、やりました、はい、よし、いきますよ。ありがとうございます。はい、でこう入れて、はい、本当思った以上に抱きつきます。抱きつくというか、そうですね、そうですね。距離はしっかり近めにした方が楽にできます、はい、あ、じゃあいきます。はい、せーの、よっ、あ、おー、あ、何が起こりました。マイクが、あ、マイクが、マイクでした。マイクが、あ、でも綺麗にできた。いや、本当に、いや、これはすごい、うん、そしたらここでお尻、はい、はい、で、ここで、このまま横になっていただいちゃって、足持つんですもんね、すごいな、腰。いや、確かに腰の負担すごそうですよね。回ります。はい、足ちょっと折りたたんでください。おー、回ります。
もう疲れますよね。一仕事ですね。はい、あ、こんなに汗かくと思わなかった。汗だく、綾乃さん。すごい、でも綾乃さんすごかったです。いいすごい上手に。え、先生から見てもすごかったですか。はい、上手にいけてたと思います。嬉しいです。もうありがとうございます。やっててよかった。ありがとうございます。トイレに行きたかったんです。ありがとうございます。しっかりできてよかったです。あ、まだ下半身がちょっと出てるので。いいですよね。寒い。かわいそうです。かわいそうなので。もう寒い。最後までお願いします。はい、わかりました。吐かせます。吐かせますね。はい、吐かせます。はい。はい、吐かせます。はい。はい。あ、ちょっとお尻をね。お尻をね。まあ、いっか。まあ、まあ、いっか。いっかって聞こえてますよ。はい、吐かせました。吐かせました。ありがとうございます。でもすごいなんか身を任せてるもん。はい、綾乃さんにも介護してもらってます。ありがとうございます。これからいつでもねやってもらえるんで、はい、いつでも呼んでもらえれば。はい、ポータブルトイレだったら。ありがとうございます。いやーすごかった、ということで今日から実践ポータブルトイレの解除方法についてご紹介してきました。綾乃さんどうでしたか。いやー汗だくですけど。ですけど。でもなんかこのね YouTube で学んだことをちょっとずつね活かせるようになってきて、ちょっと嬉しいです。なんか本当になんかどんどん上手くなってる感じしますよね。します、うん、本当に皆さんもぜひぜひ参考にしてみてください、うん、そしてケア協では LINE でいつでも介護職の方の相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。ということで皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。